負けてたか。ガビーン。これってさ、折れたらもう伸びないんだっけ。わかんねえ、やっちまったかも。はい、今回はですね、もうだいぶトマトも赤くなってきたし、なくすんのね、ちょうど収穫できそうなので、うん、今日は両方収穫初めてしていきたいと思います。そんな感じで、もうここら辺は全部赤くて、もうトマトね、実がね、めっちゃできて始めてて、赤くもなって、き始めてるので、はい、ちょっと取っていきたいと思います。じゃあまずこっちから取りますね、はい、うん、いくよ。おー、すごい。おお、美味しそう。すごい、めっちゃ立派だね、トマト。うん、トマトここへこんじゃってる。なんかみんなで食べれるね、家族みんなで。結構余裕で結構あるね。うん、大阪。めっちゃ収穫。これちょっと早いかな。おお。はい、こんだけね、トマト今回収穫できる。何個？11個。すごい、かわいい。なんか今日の収穫っていうのはね、こんな感じでしたけど、めちゃくちゃ取れたよね今日。で12個取りました。すごい。あ、でこの種類はあの薄皮ミニトマトのさくらんぼ。今回はですね、こんなにいっぱいの、ね、野菜が取れました。またりなときにさ、もう一回これが全部枯れちゃったとしたら、次何を植えるかね、楽しみにしてください。そうだね、リクエストあればなんかください。うんうんうん、しかもこんな感じにちゃんと順調に育ってきてるので、よかったかなと思います。うん、はい、ではバイバイ、また見てね。 See you。